そうなんですよ。ちょっと大人向けな。今年もいいもできたな。雨にも負けず、害虫にも負けず、みんなに安全な美味しさを届けるために、すべての困難を乗り越えてくる。うちのじいちゃんは芋ばっかり可愛がります。じゃがいもによって違う声も。じいちゃんのこだわり、聞いていただけましたでしょうか。じいちゃん、かっこいい。揚げたてのポテト、